負けた試合全部悔しいです、うん。の問題点で負けたっていうわけではないと思うんで、まあ、いろんな要素があると思うんですよね。気負った部分も多分あるとは思うんですけど、いろんなものをやっぱ勝たないといけないっていう気負いもが大きくて、精神的にもそんないい状況かどうかわからなかったんですが、まあ、そういう部分もあるし、もしかしたら練習量が足りなかったのかもしれないし、なんか現状がうまくいってなかったのかもしれないし、まあそこをちゃんと見つめ合って次の試合に向けないといけないですけど、自分のスタイル自体が攻めるスタイル、それで自分が勝ってきたっていうのもあって、攻め切って勝つことが多かったんですが、攻めれば相手も実際下の人間はやりやすいっていうか、カウンターを取りやすいっていうか、逆に自分もミスができるんで、そこ落ち着いてそこをうまくやらないとやっぱ上にはいけないんじゃないか。負けたんですが、なんかその自分の充実のなんか戦い方にちょっとそういう部分が足りなかったんじゃないかなっていうのを柿澤さんの試合では感じましたね。今の充実で重要なポジションがあるんで、下だったり、ベリンボロの練習だったりを必ずしないといけない、あとバックを取るっていうことを重点的にやっていこうっていうことで、もう練習メニューを変えたんですよね。ヨーロッパ選手権に向けての意気込みを聞かせて。結局はトーナメントなんで、うん、一人一人の対策を立てるっていうのは多分難しいと思うんで、うん、まあ、本当自分のいいところを出せるように練習していくしかないかなって感じはします、ね。まあ、自分のやれることをやって頑張る、入賞を狙って頑張るだけです、ね。